9回の表を迎えます甲子園。スパイクシューズが見えています。2人目のピッチャーの田中がボールを拾った。あとアウト3つで夏の大会としては57年ぶりの夏の連覇、北海道に再び深紅の優勝旗を持ち帰るか。1対1の同点から5回6回に点を取って一時は2点差、7回に追いついて、そしてその後7回の裏に再び駒大苫小牧が差を広げました。まずはね、京都外大西としては先頭バッターを出したいですね。今日の高原はツーベースが1本、2番の林にヒットが2本、3番の寺本ヒットが1本、つながっていく可能性は十分にあります。ともに終盤粘って逆転勝ちをしながら進んできた両者。切れていく打球、ファースト岡山を追う、キャッチャーも追うが、それにしても積極性はありますね、はい、先頭バッターでなかなか初球は手を出しづらいところなんですけれども、スライダーが浮きます。このスライダーは難しいだろうと話していたこのバッターの高原、甘く入ればしかし打ちますよとも話していました。ファール、ストライクゾーンのボールは打ってきます。レフトへ上がったが切れる打球、レフト青地ファール。何かこう一球一球のボールの行方を見て、その後ふっとこう肩から力が抜けるような、そうですね、落とした三振、ワンアウト。このフォークボールもあります。田中ここで使ってきました。ワンアウト、連覇へあとアウト2つ。こちら京都外大西高校は今年でチームの監督を退くことになっている三原監督と歩んできた夏、2点差を追いかけてワンアウトランナーなし。45キロ、あのコースもねスピードもありました ね、 ね、次の守りに備える本田1年生。ただあの京都外大西としても、まあ、あの条件一緒でね、はい、まずは1人出ることですね、出たいですね。ストレートの力が増してきた。60球前後に差し掛かっている田中の投球、昨日に続いての連投。148、勝ち抜いてきた。他のチームの思いもこもっているアルプススタンド。2アウト。
パン後の拍手がアウトを取った後からなかなか鳴り止みません。もうダグアウトの上まで拍手が連なっています。南北海道駒大苫小牧高校、57年ぶりの夏の甲子園の連覇に向けて、去年初めて北海道に持ち帰った優勝旗、それを再び持ち帰る栄光まであとアウト1つ。ここで高田監督が3回目のタイムを取りました。また指一本突き上げて、ここでまた拍手、三塁側のスタンド全体。3番のサード寺本、京都外大西高校バッターボックス。寺本出れば4番の西下、そしてツーベース2本を放っている5番の磯川。先発して試合を作った松橋、そしてキャプテンの林。もうラストスパートですね。そうですね、まあ、これね、まあ、これね、寺本君もね打ち返したいですね。ワンストライクごとに拍手が大きくなっていく。京都外大西高校ツーアウトランナーなし、ツーエンツー当てた。ここで132キロの変化球に当ててきた。いやー、なかなか粘りますね。今のストレートの後のスライダーでしょ。いやー、一人出ますとね、またね、一気にこう流れ変わりますからね。高校に2点差をつけたの、つけての優勝。サイレンの音をかき消すような拍手です。そして歓声です。万歳が三塁側のスタンドからアルプススタンドの映像です。ご覧のように5対3で駒大苫小牧高校の勝ち、優勝決勝の栄光の校歌が去年に続いて再び駒大苫小牧高校、これから甲子園に流れます。